お姉さん。なあにアリス。こんなにいい天気なのにどうして私は退屈なのかしら。そんなことわかるわけないでしょう。ああやっぱり天気が良すぎるのよ。眠くなっちゃうわ。静かにしなさい。もう待って、ウサギさん。大変だ。待ってってば、ウサギさん。急げ。待ってよ、ウサギさん。遅刻だ。待って。遅刻だ。遅刻だ。待ってってば。それ。待ってよ。こんなところに穴があるなんて。よし、ついていっちゃえ。こんなに深い穴とは思わなかったわ。ウサギさん大丈夫かしら。このまま落ちてくと地球の反対側まで出ちゃうわ、きっと。急がないと大変だ。鳩の女王に叱られる。ウサギさん待ってちょうだい。大変だ大変だ。待ってってば。ドアが小さくて入れないわ。どうしよう。私もう一生この穴から出られないんだわ。あら、ジュースをどうぞですって。ちょうどよかった。泣きすぎて喉が渇いちゃったもの。塩辛い。これ私の涙だわ。一体どうなってるの。誰だこんなに泣いたのは。本当に迷惑なことで。さあ輪になって踊ろう。踊って体を乾かすんだ。どう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 。なんか変だわ。困ったぞ。手袋と扇子をなくしてしまった。あ、ウサギさん。困った。待ってウサギさん。待ってってば。こんにちは。ウサギさん、どこにいるの。ウサギさんってば。どこ。もうまたいなくなっちゃうんだから。あら、またジュースがあるわ。飲んじゃお。今度は大きくなっていく。ちょっと大きくなりすぎだわ。なんだあの化け物女は。みんな、あの化け物女をやっつけろ。あら、この石お菓子になってる。これを食べたらどうなるのかしら。また小さくなっちゃう。誰かいないかしら。なんだか怖いわ。あら、こんにちは、青虫さん。ねえ青虫さん、どうすれば大きくなるか教えてちょうだい。大きくなるだって、そりゃこのキノコを食べりゃいいのさ。このキノコ食べられるの。そりゃそうさ、食べてごらん。まずい。なんなのこれは。ヘビだわ。私の卵を取りに来たのね。私はヘビじゃないわ。うるさい卵泥棒ヘビめ。痛い。ほら元に戻った。にゃははは、にゃおにゃにゃにゃははは。何よ、失礼な猫ね。ねえあなた、ウサギさんを知らない。あっちに
に行くと帽子屋と三月うさぎがいるからそいつらに聞いてみんにゃーお変な猫なんて言ったっておかしいよね三月うさぎさん何こんにちは帽子屋さんこれはこれはかわいいお嬢さんうさぎさんを知りませんか三月うさぎならオイラだよ白いうさぎなのまあまあ教えてあげるからお茶でもどうだねこれ空っぽよそれはよかったもっと飲みなさいほらほらケーキもあるよケーキなんかどこにもないわ私をからかっているのねそんな人たちは嫌いよじゃあ今度はワインでももういいわああ海だわ綺麗いい気持ちあ、そうだ、ウサギさんを探さなくちゃあれあれ、変な子がやってくるぞあの子なんでかけてるのかねこんにちはやあ、こんにちは私はアリスあなたたち、ウサギさんがどこへ行ったか知ってるウサギか、ウサギなら裁判所だな裁判所ってほら見えるだろあのお城の中さハートのジャックの裁判をやってるよウサギさんいるかしらではこれからハートのジャックの裁判を始める帽子や証言を始めなさい女王様のパイを盗んだのはハートのジャックに間違いありませんハートのジャックは首切りの死刑まあひどいそんなに簡単に死刑にするなんていけないわ間違っているうわーなんだこいつらいやだまた大きくなっちゃったうわーなんて大きいんだよあの化け物女を捕らえて死刑にしておしまい。いやいやいや。待て！逃がすな！それ捕まえろ！助けて！助けて！お姉さん！アリス、アリス起きなさい。あれトランプの兵隊、帽子屋に三月ウサギ、グリムホンに偽ウミガメは何を言ってるのアリス。あなた夢を見ていたのよ。ずいぶんぐっすり眠っていたもの。私、眠っていたの？でも、不思議な夢だったわ。さあもう帰りましょうアリス。ええ。そういえば、ウサギさんどこへ行っちゃったのかしら。まだ言ってるの？とっても不思議な夢だったんだから。